おはようございます。6月24日、午前10時17分、モーニングショットをお届けしたいと思います。本日、ドル円でございますが、引きつけて買いから入りたいということで、134円台、えー、8575での買いを、134の50ストップ、135円の4555のリグいをイメージをいたしました。ユーロドル1.049080の買い、1.0470ストップ、 1.5 0の5060利食いユーロ円は141円8575の買い141円50ストップ142の5060利食いポンド円は165円の05164の95で買い164の65でストップ165円の7585での利食いをタイドルは1.222010買い1.2185でストップ 1.227080王子円は92円の7565の買い、92の40ストップ、93の6070利食い、タイドルは0.692535の売りから、0.6955ストップ、0.68の8070買い戻し、乳児円は84の6050買いから、84の30でストップ。 85ので利食いタイドルは0.63の2535を売りから0.6365でストップ0.62の6555での買い戻しのイメージを作りましたまあ朝方1回の134円台、えー、結構激しく売り込んだ後ですねその後大きな巻き戻しが入りました円台 安値はまあ6号近辺でございましたけどそこから20代までやってちょうど今134の90代後半で揉んでるところです、まあ、朝の9時以降ですね、まあ、海外勢と思われるところがこう売ったと思うんですけどその後、買えてない輸入企業とかが相当やっぱり下は134円台は買ってきたのかなという気がしております、まあ、中年にかけてまあ特別 えー、今日うは24日ということで、まあ、25日、ご当日の前倒しという考え方もあ,りますかあるかもしれませんけど、実はそれよりは私、27日の方がまだ25のずれ込みは多いのかなという気がしております。したがって、えーまあ、中年にかけて、まあ、持ち上がったというよりも、大きな貝が入って叩かれて、カバーで買ったという感じ、あと、損切りで買ったという感じだと思うんですけど、えー、もう一回上から垂れてきて、 もう一回引きつけて134円台買ってみて、それで本当に135円台、頭が重たければですね、早めにロングはやめて様子を見るといった形に切り替えていきたいというふうに思っております。それでは本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショット、これで終了です。